アイドルグループ乃木坂 46-36T の H シングルチートデイに収録される5期生の新曲熱狂のさばけ口のミュージックビデオ MV が14日にオフィシャルチャンネルで公開されました。今回の MV でセンターを務めたのは一ノ瀬美空です。そして中西あるのと井上和がその両脇を固め3人のパフォーマンスが楽曲のエネルギーを引き立てています。この MV のテーマは内に秘めた欲求や不満を抱える少女たちが その感情を解放する姿です映像では現実のシーンと精神世界のシーンが交錯し少女たちが日常生活や葛藤と向き合いながらも心の中にある熱狂や自由を見つけ出そうとする姿が描かれていますこの対比が彼女たちの内面の葛藤と解放の瞬間を鮮やかに映し出しています mv の監督を務めたのは吉川恵里氏ですメインのダンスシーンは 現在工事中の渋谷東急本店跡地で撮影されましたこの場所が持つ独特の雰囲気が楽曲の持つエネルギーと見事にマッチしていますなお乃木坂46は前日にアンダー楽曲落とし者の mv も公開しており2日連続での mv 公開となりましたこれによりファンの間ではさらなる話題を呼び彼女たちの新たな一面が多くの注目を集めています までご覧いただきありがとうございましたこの動画が良かったらグッドボタン高評価をお願いしますチャンネル登録もよろしくお願いしますねそれではまた次の動画でお会いしましょう